もう来ないでって思ってました気づいたら横にいましたもう毎週お願いします切っても切れないようになりますよね通算100勝に重賞初勝利、絶好調の長嶋愛美騎手からスペシャル情報のオンパレード。 G3 新潟2歳ステークス、この間もウイニング競馬で取材した後に勝ちましたから、はい、改めて、はい、マーメイドステークス、はい、スベルテでの重賞初制覇、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、2着はね、あの川田騎手騎乗のエーデルブルーメでしたけど、はい、猛追してくる川田騎手のプレッシャーもあったんじゃないですか、はい、もう来ないでって思ってました本当に皆さんすごく嬉しかったんですけど、ゴールした後すぐにあの、はい、普段お世話になっている龍星さんと敦也さんが一番最初におめでとうって言ってくださって、はい、嬉しかったです。嬉しかった、はい。ちなみにあのお父さんの長嶋先生からは、はい、どうですか祝福はありましたか。LINE をいただきました。はい、はい、なんていう LINE でしたか。じゃあ、あのおめでとうっていう LINE を、はい、いつもとあんまり変わらなかった。あんまり変わらない、はい、ありがとうって返したの。そうですね、はい、スタンプポチってお会いしてきましたスタンプだけ返した、はい、スタンプ、はい、まあ、その後もね、7月の6日に JRA 通算100勝を達成して、はい、あの100勝達成セレモニーではね、バレットを務めている姉の南さんもお祝いしてくれてましたけど、はい、そのセレモニーに出ることは知ってたんですか。いや、知らなくて、はいはい、気づいたら横にいました、はい、でもまあ、はい、嬉しかったです。嬉しかったです、はい。ここからは新潟2歳ステークスに出走するスリールミニョンについて、はい、新馬戦は好意でレースを進めて快勝しましたが、はい、この馬の特徴はどんなところでしょうか。あのすごく前向きな子で、はいはい、一生懸命走ってくれる子です、うん、はい。これマナミちゃんが馬の名前つけたんでしょ。そうですね、はい。で、名前の意味は、フランス語で可愛い笑顔。これは自分自身の方に言ってるんですか。いや、違います違うな、はい、あの、はい、オーナーさんからあの名前つけていいよっていう風に言っていただいて、はい、うんうんうん、で、あの女の子だったので、うん、はい、可愛い笑顔、女の子らしい名前がいいなと思って、はい、いい名前ですよね、はい。名前つけていいなんてあるんだね、はい、それ初めて、はい。他の候補とかなかったんですか。いや、あの7個ぐらいあったんですけど、はい、その中からあのオーナーさんがスリルミニ、あー、なるほど、はい。まなみちゃんの1位は何だったんですか。私あのイチゴが好きで、はい、ストロベリーナイトかなんかそういう感じでなんかストロベリーの3種類ぐらい出してたんですけど、ストロベリーナイト、はい、なんかそんな感じで つけてたんですけど、全然違うスリルミニオンでしたあ、3つ出したストロベリーは却下されたわけね。却下されました。あ、また今度ね、また、はい、ストロベリーでね、はい、一周回りきりもね、高橋厩舎の中で動く馬は相手に抜群の手応えだったそうですが、はい、新馬の時よりもあの一段とパワーアップしてくれてるなと思いますし、今回あの距離も伸びるっていうことで馬場を追いしたんですけど、本当に終始手応えもよく、モアニっていうかなり長距離動く馬にも食らいついてくれていたので、はい、内容は良かったかなと思います。距離がね、やっぱり 1600m と前走から 400m 延長になりますが、その辺はどうですかね。長距離の感じだと1000人がいいかなっていうようなタイプであるんですけど、実戦行くと案外あの距離の融通ききそうな子だったので、あの先生とオーナーさんとお話しして距離は伸ばすことにしたんですけど、問題ないかなと思ってます。すごく一生懸命走ってくれる子なので、一緒にいい結果つかめるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。マーメイドステークスの時はね、はい、本当に最後の最後で私はね、はい、アイスベルトを買ってなかったんですよじゃあ今回はミニョン多分選ばれないいやいや、わからないですけど、はい、もう一緒にね、可愛い笑顔、はい、頑張ります。3人で可愛い笑顔になれたらいいですね頑張ります、はい、今回また勝ったりしたら、はい、これはもう番組と、はい、もう毎週お願いします。切っても切れないようになりますよね